안녕하세요, 가오입니다. ということで、デデン、はい、現在今ここ、トンデブン駅でございます。イエーイ。でね、何を食べに来たかと言いますと、今日はね、多分知ってる人ほぼいないと思うんですけど、超ローカルのコッパ、カップ飯を食べに行きたいと思います。ラーメンのカップでこう、なんていうの、こう作るご飯って言ったらいいの、うん、で、あれね、結構 YouTube 内でもすごい流行って、あの私のところにもね、作って食べてみてください、食べてるとこ作るとこ見たいですっていうね、そういうリクエストが多かったんですよ。いやでもね、私そんな普通のことはしないですよすごいしようと思ってたけど今回はあれを作ってくれる、はい、お店を見つけましたので今日行きたいと思います。で、そこのお店がね、韓国ではもう再生回数がやべえっつってすごい有名な動画があるんですけど、今日はね、そこに行きたいと思います。はい、ということでね、なんか私も久しぶりにこのトンデムエリアに来たんですけど、人多いっすね。なんか、あ、こんにちはこんにちはこんにちは、ありがとうございますありがとうございますまさかの、はい、あの、なんだっけ、チャンネル登録者さんが、はい、いてくれましたね。8番出口から出て向かっていきたいと思います。なんか10分ぐらい歩くって言ったけど、まあまあまあそんなにかかんないと思います。はい、それではね、向かっていきたいと思います。ゴー、じゃん、はい、こちらがトンデムン駅の8番出口になります。8番出口から出たら、そのままね、出て、はい、前に平和市場ってあるんですけど、平和市場、そちらの方に向かいます。じゃあ目の前の横断歩道を、はい、チョンゲチョンを渡ります。はい、じゃあこちら渡り終えましたらすぐね、右に向かって直進です。わあ、すごい昔ながらの本屋さんだ、やば、ハリーポッターみたいな。はい、じゃあ最初の横断歩道みたいなとこあるのを入ります。これのどこだ、待って、どこだ、もうちょっと行くのかな、え、分かったかもしれない、さっきの道をずっと入ってきて、この道に当たったらこれを引いた右、あ、え、これ私が前食べたホルモン炒めのお店さん、はい、なんかこんな感じで、え、こんな外じゃんみたいなところを、はい、ここを右に曲がって、見つけた、じゃじゃん、ここになります。見つけた見つけた、じゃん、から、あ、コラシックン、こちらです、見つけた、こんにちは、あ、コッパプ지금하나요、아예괜찮아요저괜찮아요혼나면고르시면해드리거든요네이거여기있는거다골라도되는거예요작은거2個ぐらい食べたい。辛ラーメンのジャパゲッティ。じゃあこちらのジャパゲッティと辛ラーメンやりたいと思います。お願いします。이거되나요두개？두개를다못드실텐데요。あ、괜찮아요。밥을조금씩만할까요？아、그래도되나요？뭐조금간이쓰이긴하는데。네。원래는여기이만큼하거든요。네네。
다찍어요둘다찍어요 、네、아니먹을때저쪽에서먹게됐어요어디요여기먹는거찍을거면네네아진짜요감사합니다逆だけど辛ラーメンとジャパゲッティでございます、まあ、ジャパゲッティはね子供用のサイズのやつなんですけれどもじゃんやばいねそしてねおかずのキムチとそれから海苔もくれましたそして私はチーソンサイダーねえちょっと待ってサンミャンラーメンのクッションとかさあるんだけどかわいいはいということでねじゃあ食べていきたいと思いますはいできましたでねあの今ここ誰んちだみたいな感じなんですけどあの本当は本来は横がお店なんですけど撮影に来たってことで静かにこう撮影がしやすいようにってお部屋をね、はい、貸してくれましたねじゃあ早速、はい、こちらのカップの方外していきたいと思いますよじゃあこちら、辛ラーメンから外していきますじゃーんうわかわいいあすごいカップの下のところにあのごま油とごまをね入れてたのだから開けた時のこのごま油臭がすごいはいじゃあそしてこちらじゃあ、ジャパゲティの方ですいきますじゃんじゃじゃーんはいこちらが、ジャパゲティのカップ飯はいじゃあこちらが辛ラーメンのカップ飯ですかわいいなおいはいじゃあ食べますあもう最高じゃないあ最高っすねもう最高としか言えないこちらが話題のカップ飯の人が作ったバージョンですじゃあまずはさちょっと刺激的じゃないジャパゲッティの方からね食べていきたいと思いますじゃあいただきますおーあほいあーうまいご飯と卵が入ったさなんか風味が違うわまたこれ一緒に食べたけどマジで美味しいあ、うん、じゃあ次絶対美味しいであろう辛ラーメン食べていきますチャーハンじゃん、チャーハン。ジャッパゲッティはジャッパゲッティの味がめっちゃ強いんだけど、辛ラーメンは卵の味が強いからもっとなんていうの、チャーハンに近いコッパ。これ炒める時にキムチ入れたら絶対美味しいわ。すごいご飯進むんだけどさ、恐ろしいことね、これさ。ラーメン2つにご飯2杯食べてるってことだよね。ノグリットを食べるとめちゃめちゃ美味しい。何事？うん、今思ったんだけど、辛ラーメンのやつは中にキムチ刻んで入れても絶対美味しいし、できてこうコップをバッて外した後にキムチ乗せて、バキムチじゃない、チーズ乗せて。こうドロって溶かしても絶対美味しい。でもさわざわざまあ旅行に来てここに来るのはって感じだけど、今私はさ作るとことかも全部移したじゃん。だから日本で全く同じ味が食べれる。しかも超簡単じゃん。お昼ご飯作るのめんどくさい、でもラーメンってなんかちょっと体に悪いなみたいな罪悪感から抜け出したい時に超簡単だし、ご飯も卵も食べるみたいな、まあラーメンマシだろみたいなお昼ご飯がすぐ作れる。でこうなってくると、あのどっちが美味しいですかって絶対みんな気になると思うんですよ。多分わ意外ってなるかもしれないけど、私こっちの方が好み。絶対ラーメンだったら辛ラーメンなんだけど、
ジャパゲティはジャパゲティだけで食べないんですよ。プルタポックミョンと合わせて食べたりとかして、ジャパゲティだけでは食べないんですよね。だけどこれはキムチと食べた時の味が本当に美味しい。こっちももちろん美味しいんだけど、なんかチャーハン感が強いのとジャパグルのそのままの味を生かして美味しいみたいな、なんかその違いかな。はい、ということでごちそうさまでした。なんか多分ここ最近で一番食べたと思う。いややっぱね、ラーメンもコッパも全ての料理人に作ってもらった方が美味しいし、カップ1個全部食べるよりも人が作ったラーメンを一口ちょうだいが一番美味しいんですよ。そう、もうなんか満足。なんか久しぶりに超ローカルみたいなお店来たけど満足ですわ。本当に作ってるの見たらね、超簡単だったので、ぜひね、今夜の夜ご飯まだ食べてない方は作って食べてみてください。ということで今回は韓国で再生回数がめちゃめちゃ多くて有名になったコッパのお店の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。ねえ見て、今お会計したらさ、お餅もらった